待たせました。はい。行きます行きます。ありがとうございます。はい、シェイ。パーティーみたいになってますね。パーティーだよこれ。ですね。何から食べようかな。ちょっと。じゃあ色味から。すげえ。あれすげえ。いいよ。ありがとうございます。いただきます。うわうまこれ。やべえ。ガチ。バイバイ。かわいい。なんかやろう。超かわいい。スケジュールが遠い。まあ、食べますうまい。食べてもらったんですけど、めちゃめちゃうまいです。めちゃめちゃうまい。これめちゃくちゃうまいけど、すごくね。すごく威力はあります。あるよね。パンチはあります。僕の方に20個これが。
カレーの追加は大丈夫ですか？後で考えようかな。後でここ食べ半分が食べて考えようかな。そうですね。びっくりするぐらいうまいな。うまいですよね。うまいですね。この天ぷらすげえ。めっちゃうまい。なんだろうこれ。
クヤさん、もともと量多いですね。量多いです。チキンカツめちゃめちゃ好きだったんですね。マジで。でもね、今のところね、俺ガツが一番今推しだね。あー、いやー、うまい、あれ。なんだろう、あれ。この天ぷら何ですか、この緑の。それはね、あれです。干し油。干し油。干し油。自然の田舎の出身で自然に取ってきてます。いい香りだけ伝わってくるみたいな。一応食いすぎなんです。子供だね。美味しいからってガーって食ってすぐお腹垂れちゃうっていう。ちょっと字幕とかできない代わりに英語っぽく言ってみようかなって。でも日本語ですって。あ、え、そば。あ、そうじゃない。でも英語でそばってなんて言うの。そばです。そば。そばです。そば。そば。そば。ジャパニーズヌードル。ジャパニーズヌードル。日本の麺。あなたのそば。自己処理するの得ななんで。ちょっと巻き込むのだけやめてもらって。面白い店主さんがやれてますから。こちらで。僕らが十分ぶっ飛んでるっていうのはもう分かりきってることなんですよ。自覚症状があるんで。じゃあ店長さんもね、なかなかぶっちぎってるんですよね。うん、こういうオーダーを入っていい、もう2つ返事で OK しちゃうんで。ノリノリな方でございます。お腹いっぱいだよ。ノットハングリーだよ。はい。あのお客様もね、若干1名様ね。カレーが食べられてたみたいな。シール頼むって言うことですまだ。おう、あ、ちゃんと取りやすいようにこうやって一個一個分けてもらってるの、うん、ね、このモコモコで。で、なんだかんだその汁2杯とも使ったら8キロぐらいになりそうですね。うん。いくね、これね。
石山って普通に売ってるんですか？こっちだって、でも山に結構取りに行く。行ってもサービスがたまに出してくれるあの山菜の天ぷらとか本当に美味しいですよね。よし。あ、これだけじゃなくて。そうなんですよ。その日によってやっぱ物が違って。あ、お久しぶりです。2週間ぶりか。お久しぶりっていうか。マックさんは1年ぐらいかな。結構ぶりです。いいですね。悲しい、群馬って一緒いいですね。日本っていいですね。マキさん、早く止めて。マキさん、汗だくです。あ、かくっきりじゃない。ありがとうございます。間違ったらすみません。お腹いっぱいですか？あのね、結構もういっぱいなんですよ、ね、汗がね、止まらないんですよ。本当にこれ何キロぐらいあるお蕎麦は。茹で前で3キロ以上麺だけで多分4キロぐらい、うん。シルクみたいに8って言いましたけど、あの食べ物だけで8ぐらいあるかもしれないですね。うん、うん、ね、うん、はい、川崎です。はい、本気じゃないですか。もうちょっとね、ぶっちゃけ本気入りましたけど。もしかしたら何分目ぐらいですか。でもまだ5分とか。5分マックさんは何分ですか。僕、あの、はい、あの、6、7ぐらいですね。また、麺がめっちゃある。はい、はい、ちょっとお裾分けしようかなと昨日も見ましたね。これさ、俺本当に自分でびっくりしたんだけど、これ多分やべえわ。やばいと思いますよ。ね。
頑張ろう。よかったですね、そこのあの20玉にしなくて。一人前は何ですか、うん、でも普通のお蕎麦屋さんとか 150g とか200g ぐらいでしょうけど、お1人前 300g なんで、15人前から20人前ぐらいこれだけで普通に。茹で前で？茹で前で。普通のところの大盛りが普通の盛りなんだ。そうですね。梅雨だらけ。30分以上食えます。
食べるよ、これだけ。ちょっと行ってよ。あの、卵数とかご飯の大きさ変わらないんで、マックスさんがしんどいってことは、僕もしんどくなってきました。これ結構さ、結構だよね。結構あります。いやちょっと結構マジだわ。うん、餅が結構もう重いし、餅もっと辛いから。スケのやつもしんどいですよね。お腹がボワボワしてくるんですよね。だんだんの、すすれなくなってきました。俺も結構前からすすれない。
であの前橋はいいとこですねって言ったらマックスさんどう言っちゃうの？辛いですね。美味しいんですよ。あれです本当にさらっと来たつもりなんですけどこんな感じになると思わなかったですね。からどこまで自分を高められるか。こういう時いつも何考えてるの？いつもですか。目の前の食べ物だけですね。うん。ゴリゴリヘラ。でもちょっと目の前の電信柱までマラソン走って。そんなイメージですね。一歩一歩。はい。マックさんはどんな感じのことですか？結構ね、だんだん物事が考えられなくなってて無に近いかもしれない。何も考えてないみたいな。結構無かもしれない。わーって考えられなくなってる。大丈夫。帰ったらチビマックスが待ってますから。チビマックスって言われてもチビマックスすらもうなんか今入ってこない。本当今マジで本当になんか真っ白って感じ。見てるとエクソシストみたいな。
うん。
Thank you.
家にお腹触ってください。あれちゃんの作ったご飯。